可愛いでしょ。これね、ファンの人、ファンの方がくれた。でもなんか家から送ったのかな。なんか家から送ると、あの住所とか名前が書いてある紙全部剥がされちゃうから、誰が送ってくれたのか分かんなくて、めちゃくちゃお礼したいんだけど、誰がくれたか分かんないんですよ。このめっちゃ可愛いのに誰がくれたの。だからみんなもしなんかプレゼントくれるときは、あのお礼ちゃんとしたいので、なんか名前か手紙、ちっちゃいなんか一言でもいいから、なんか添えてくれると嬉しいな。お礼ができない。誰がくれたんだろう。ニックネームも書いてなくて、なんか劇場で渡したやつは、劇場で記入するさ、なんか紙あるじゃん。だからあれで、あれが貼り付けてあるから、誰からもらったかわかるんだけど、家から送るとかそういう感じのやり方で送ると、住所が書いてある紙が全部剥がされちゃうから、それと一緒に名前も書いてあったら、そう、わかんないっていうことなんだよ。そう、手紙に何送ったとか、なんかあんまりさ書きたくないっていう方もいいじゃん。なんかなんだっけ、手紙に何々送りましたって、なんか全然書いてくれた方が嬉しい、むしろ嬉しいです。誰ちゃんとお礼できるから。だよね、手紙にプレゼントのこと書くとなんか恥ずかしいから書いてない。そう、みんなそういうの全然嬉しいよ。住所はバレていいけど本名はバレたくない。そういう時はあだ名で、あだ名とかニックネームで書いてくれれば。褒めてないよ、これ。これって言ってもなんか茶色っぽく見えるんだけど、これはどうすればいいんだろう。こうしたら見えるから、ほら真っ黒じゃない。真っ黒だよ私。今こうするとどんどん茶色になってく。やばい、黒、茶色、黒。なんでだろう。誰かあのカメラに詳しい人教えて、なんで茶色く見えるの。え、やばい、この角度。あ、どこだ、なんかさ、めっちゃ茶髪に見え、茶髪一回なってみたい。どこだろう。あ、この角度は、あ、おお、茶色だ、見て、茶色だ。真っ黒です。あ、髪の毛はめっちゃ細い、ほら。え、もうほら、なんかさ、グレーに次は見えたもん。やばいよ私さ、目の色も真っ黒なんだけど、あ、黒くなっちゃった髪の毛、見て、グレーに染めました。グレーに染めました。嘘です。細いの、髪の毛が、これ一本がこれなんですよ。ほぼ映らない。だから公園で前髪すると、前髪がなくなる。今日ね、前髪をねくるって巻かずにね、まっすぐに下ろしてみたの。意外とこっちの方がいいかも。で、私タートルネックめっちゃ嫌いって言っちゃくれた人に失礼だからあれなんだけど、私首が短いからタートルネック本当に着れなくて、ずっと着たかったのに着れなかったんだけど、なんか良くないですか。今日良くないですか、これのおかげかな。だからね、本当にありがとうって言いたいんだけど、誰がくれたかわかんない。誰、嬉しいのに。
しかも私この色ねすごい好き、淡い水色みたいな。見てないかなこの配信。いい感じ。そう、上品な色なの。でも聞いて、足はね、まあ、ピンクを履いてる。上品な色にガチャガチャしたやつを履いてる。センスいいですね、本当嬉しい。プレゼント送りましたって言いにくいよね。じゃあ握手会でこっそり教えて。なんていう、プレゼント送りましたって言いにくいよね。じゃあもし今見てたらプレゼント送りましたじゃなくて、どうしようかな。何しようかな。あ、ゆっちのコンプレックスをなくした人ですって言いに来てください握手会で。合言葉はゆっちのコンプレックスをなくした人ですって。僕はゆっちのコンプレックスをなくした人ですって握手会で言いに来てください。そしたら、ありがとうございますってみんな言ってくるの。ダメだよそんな、みんな言わせないよ。タートルネック、ゆっちに似合うタートルネックをプレゼントしてくださった人だけが使える。ゆっち、そう2月17鉄の公演出演しますね。そうなの、あの2月17、なんか鉄縄はめっちゃ出たいんだけど絶対出たくない日だったの本当に。あの1日で、あの公演、まあ今からやれば間に合うかもしれないけど、今は結構コンサートでもう精一杯で、1日でいや確認できるかって考えた時に鉄縄やばいなと思って、絶対17出たくないなと思ってたんだけど、なんと3ヶ月4ヶ月ぶり鉄な入りました。びっくりびっくりびっくり。嬉しいんだけどね、嬉しいんだよ、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、私多分ねもう10個ぐらいミスする気がする本当に。じゃあ見に行きます。行ったな、行ったな、見に来るの本当に。なんか K2 とか E 公演とか S 公演とか青春ガールズだったらいいのよ。テスナって難易度高いもう青春ガールズが難易度2だとして、 K2 さんは4ぐらい、 E さんも4ぐらいで、 S は結構あのコンサートでやる曲が多いから3ぐらいなの。鉄な銃みたいな死ぬ鉄な死ぬ本当にしんどい。鉄なの私アップテンポリズム感ないから、アップテンポの曲本当に踊れないんですけど、最初のさ4曲からさアップテンポ入れてくるじゃん鉄な。しんどいね。私ね鉄な3回ぐらいしか出てない、まだ多分3回4回3回かな。ダメだよね、僕らの風とか全然あのリズム合わないもん。タンバリン一人だけずれてるもん一人だけあれみたいななんかあいつリズム違くねみたいなめっちゃずれてんの私ね。あれできないの、なんかずっと同じリズム感で手叩くのができないの。なんか曲流して例えばなんか何でできないの、なんかね本当にできなくて、ちょっとしゃべりながらちょっと手叩いとこう。つなぎながらは踊れる。チャイムも、まあ、最近慣れてきて、僕らの風はもうしんどい。僕らの風鉄な手つなぎながら、あれ手つなぎながら鉄なかチャイム、あと何やって1曲、もう曲も覚えてない、何やってたっけ。
ンゴーのマンゴーナンバー2。きつい、もう手が動かない。無理無理、もうダメだ私、ずっと同じリズム感でできない、ずれてきてる。わかんないよ。大丈夫大丈夫。え、僕らの数横跳びやばいよね。ハンバーグ作ってんじゃない。モバメで自撮り来たのは、あれは前の、もうダメだ疲れた。え、でもイノセンスのソロは日によって違うよ。イノセンスはあのなんて言うんだろう、全体ポジとはまた違う当てはめ方だから、ユニットみたいに日によって違うの、イノセンス歌うか歌わないか。で今まで運よくなんか歌えるポジに当てはめられててみたいな。感じかな。あー、スルーされた。え、なに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 、どこだろう。プレゼントをどんな袋に入れたか、これ何に入ってたっけ。え、白い透明の袋だった気がする。うん、白い透明の袋に、あれ何色だったっけ。なんかね、プレゼントね、あの持って帰りやすいようにね、違う袋にね入れられちゃうのよ、劇場の方に、あのスタッフさんがあのご厚意で、あの持って帰りやすいように手持ちの長い袋、大きい袋に全部入れ替えてくれちゃうから、分かんなくて透明の袋に入ってた。うん、ここで言ったらあかん。確かに。明日はバレンタインで手作りのお菓子作ってプレゼントしたことある？学校の子にいっぱいあるかも。クラスメートにパッパッパって毎週水曜日に配ってた。静岡行こっぱ、大阪から4時間かけて行こう。ありがとう、来てくれて。メッセージカードをね、楽しみにしててね。ゆっちチョコは作ってない、もう練習でいっぱいいっぱいで無理だった。来年は作りたいな。ゆっちはなんで見えてしまうんだろう。ん？何の話だ。あ、そういうことか。あの名前がそうですもんね。みおちゃんしか見えないね。ゆちはなんで見えてしまうんだろう。なんで見えてしまうんだろう。なんだろう。なんででしょうね。なんかここおかしくない。おめ、どうしたどうした。あ、アイラインが取れてんのか。物もらいがここにあるみたい。そう、一つ一つのプレゼントに誰から来たとか書いてなくて、なんか劇場でこのプレゼント届けましたっていう紙に記入して貼り付けてくださった方のは書いてあるんですけど、それ以外、例えば違うところから送ったとかのだと書いてない。
ブルーのセーター？これかな？タートル？ユッチの音符みたいなサインが好きで、本当に変えようと思ってたけど、ちょっと頑張って使ってみようかな。チョコ嫌いだけど手作りのチョコは好きだからバレンタイン大好きです。女の子っぽい可愛い。誕生日が同じなのでチョコください。なんか言ってる、なんか言ってる。へえ、横浜アリーナ来てくれるのありがとう。ゆっち再販取っていい？もちろん。そう、贈り物はスタッフさんが一回中身確認します。ログインボーナスがあるらしいです。毎日ログインすると50枚もらえるんだって。今からでも全然間に合うので、ゲームはあんまり得意じゃない方でも、力になりたいけどゲームができないっていう方は、あ、方をいっぱい見つけたのでぜひログインボーナスでチケットを集めてください。よし、みんなログインボーナスだけやろうで、いちずログインボーナスだけこっちゃんにちょっと協力してあげてください。あのゲームやらなくてもいいから、ログインだけやって50万集めてだけでもやってください。2月14日12時明日 CM 選抜です。大富豪は諦めたというか、諦めたくないんだけどなんだろう、みんなに負担をかけちゃってる気がして、ってなって、ゆっちは任天堂スイッチか任天堂スイッチライト持ってる。任天堂しかも、ん？ 3DS までしか持ってないゆっちフォローしてありがとう。負担かけさせ続けないとは慣れちゃうよね。そんなことできない。だってみんなも毎日大変なのに。だって私より大変じゃない？私はさ、毎日さ、やることがレッスンしかないからさ、レッスンの休憩時間とかにもできるけどさ、みんなはさ、仕事だったり学校だったりさ、なんかちゃんとさ、なんか働かなきゃいけないとか勉強しなきゃいけないって中でやるのが大変じゃん。でそれでやっぱり正直今のポイントとか、支援してくださるあの方たち、なんて言えばいいんだろう、あんまり数とか関係ないって言いたいけど、やっぱり私はあのファンの方が少ないので、
なんかそれで余計にあの皆さん一人一人にねすごい負担かけちゃうし、でも7位に入れたことは本当に嬉しくて、それは本当に本当に感謝してて、なんだろう、7位に入れたからいいやって諦めてるんじゃなくて、なんだ、なんて言えばいいの、順位最初はめっちゃ3位以内に入りたいって順位めっちゃ気にしてたけど、なんだろう、普通にときめきゲットしできただけですごい喜んでる方とかがいて、なんか普通に楽しみながらやりたいなって思って頑張るけど、あの無理はしないでください。なんか今正直言うとその3位以内に入りたいなんて言えないのね、すごく。なんか無理だって思いたくないけど、でも3位以内に入りたいって結構なことだから言えなくて、で入れないって分かってるのにみんなに頑張ってっていうのがすごく辛くて、ってなっちゃったのよ。あ、待って、送り主の方、シューラル、いや、グローブって書いてある。インドネシア製、すごい、インドネシア製のサイズ M で、グローブ、誰だろうこれ、グローブって書いてあるの、これかな、爪切れじゃないんだよ、ちっちゃい女の子みたいな爪してないの私、うんって言ってる、ちっちゃいのよ。だからみんなももう3位以内に入らないって思ってないかもしれないけど、3位以内に入らないきゃと思わなくていいし、なんか普通にあのゆっちのときめき欲しいなって思ってくれてやってくれてたら嬉しいし、私もみんなに会えるように楽しくやります。それは諦めてるって言うんだけど、ごめんなさい。